どうもさんは、おくチャンネルだー。今回ですけども、ミニロトの動画でございます。で、はい、今回なんですけども、1132回のミニロトでございます。まあ、前回はね、正直ちょっと、まあ、難しかったわけでもなく、かといって簡単だったわけでもないような感じでしたね。で、同一数字が3つぐらいドーンと来ていたので、ちょっとびっくりだねっていうようなね、感じではありましたが、今回もしっかりね、解説していきたいと思います。そして一番最後、動画後半に少しお知らせございますので、できることならば最後までお付き合いください。では、早速ミニロト解説やっていきたいなと思います。即戦金はい、じゃあ行きましょう。ミニロトの解説でございます。出現ランキングトップ4を見ていきたいと思います。こちらですね。この表マジ使えるんでね、本当に困ったらこれ使おうっていうぐらいで使用していただいたらいいかなと思います。また明日の、この動画公開の、翌日ですね、コミュニティの方にこちら最新版添付させていただきますので、ぜひそちらの方をご覧になっていただけたらいいかなと思っております。では参りましょう。トップ4解説ですね、こちらですね。はい、まず1列目2が29、1が20、3が18、5、7が13でございます。2列目3、8、10、13が11回、12が10回、5、6、18、19が8回、4、9が7回ですね。3列目なんですけども、19が14回、14が13回、16、21が10回、11、20が9回でございます。そして4列目、23が15回、24が12回、25、27が11回、21、26が10回ですね。5列目なんですけども、5列目なんですけども、31が23回、29が20回、27が17回、30が16回となっております。そしてボーナス数字ですね、ボーナス数字が5が9回、8、10、12が8回、9、16が7回、4、6、11、15、19、22、26、27が5回でございます。そしてやはりね、活発的ですよね。2列目えぐくないですか。11個も数字並んでいるんですけども、とにかく1位ね、1位も3、8、10、13と4つ来てるんですよね。もう明らかに2列目もう暴君ですよ。大暴君、バーソロミュークマみたいな暴君でございますね。もう非常に荒れているということで、この辺りどう考えていくのかというところなんですけども、ボーナス数字は変わらない量でございますので、とにかく入れ替わり感すごいよねっていうところも要チェックじゃないかなと僕は思っております。そして愛も変わらずでございますが、1列目5列目こちら4つ、もう4つしかないんですよ。非常に選びやすいはずなんですが、とはいえ安心はできない枠ではあります。まあある程度偏っているので、個人的に思うのはやっぱり、まあロックしちゃう、固定しちゃうっていう分には、1列目5列目これは非常に僕は最適だとは思っております。そしてやはり先ほども言いましたが、2列目難しいなというところなんですけども、入れ替わりがすごいということは、このランキング外からも来ることもある。つまり今からお話するランキングトップ10、こちらからもですね、ぜひ参考にしていただけたら幸いでございます。では行きましょう。トップ10でございます。こちらでございます。はい。で、こちらちょっと表記の方をまた改めさせていただいております。ちょっと一部で、見にくいよというお話もいただいたので、ちょっと進化ということで、上下の2段にしております。上がトップ4、下からがトップ4以下でございますね。今からお話していきます。一応トップ4以下からお話しますね。まず1列目4、9、8、16、13、10、11、12、2列目11、16、17、7、14、15、2、22、23、24、20でございますね。3列目13、17、18、23、22、24、4、10、12、6、9、15、25。4列目19、16、22、28、17、20、14、29、11、22、12、13、15、18、30ですね。5列目26、28、25、23、22、24、18、21ということで、トップ10。一応同ランクのものは括弧で縛っておりますという形でございますね。で、一応各列の傾向を見ていきましょう。こちらでございます。はい、まず1列目13個中9が1の桁、4が10の桁、2列目22個中8が1の桁、10が10の桁、4が20の桁ですね。3列目19個あって3が1の桁、10が10の桁、6が20の桁ですね。4列目20個あって9が10の桁、10が20の桁、1が30の桁ですね。5列目なんですけども、12個あって1が10の桁、9が20の桁、2が30の桁となっております。で、これを見ていくと非常に面白いなと思うのが、30番台、これも明らかなんですが、明らかに出現が非常に少ないんですよ。4列目の
ところに出る可能性あるとしても、じゃあこれだって決まってるじゃん、30しか出ないんだから、31個までなんだから30しか出ない。そして5列目、一応12個の中では、2個だから、つまり30なのか31なのかどちらか出ているということなんですけども、非常にこれパーセンテージ見たら少ないよね、少ない。だからある種ミニロトに関しては、僕昔31を固定みたいな感じでやっていたりしたんですけど、よくよく考えると別にしなくてもいい、統計的にはしなくてもいいなっていうところではあります。ただ僕なんか個人的に31とか、ロト6かな、6でもそうなんですけど、42とか最後の数字なんか好きなんですね。なんかついつい選びがちなんですけど、別にいらないよねっていう風な形はデータ上は出ているということですね。では基本の方どうなんだということで、こちらでございますね。はい、1、10、10、20、20、これずっと定番で言い続けてますよね。さっき言いましたね、30番ないじゃん、だっていらないんだからっていう意味で1、10、10、20、20なんですが、最近ちょっと追い上げてきておりますのが4列目の10の桁が今回20個中9個で出ている。そして一番多かったのは20個中10個の20の桁なんですけども、追い上げてきてるんですよ。ということはこれもあり得るんじゃないかということで、こちらですね。最近ちょっと待ってね、ベース増えましたね。とにかく1、10、10、10、20、これもいいじゃん。そしてじゃあこれ入れるんだったらこれいるよね。1、1、10、20、20。1、1、10、10、20なんですね。じゃあなんで2列目が1入れているんだということなんですけども、2列目の1ご覧ください。22個中の8個、ね、一番多くても22個中の10個、ね、僕なんかの法則、ランダムウォークの法則ね、これで言いましたね。 1、2% の誤差は誤差ではないと。どっちかコイン出して、ね、1万回コインパ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 ンってやって裏表出るので、きっちり同じ回数になることはない。でも 1、2% の誤差は出るよ。それがこうつつくんだよ。でも確率上は2分の1だよ。つまり同じことじゃないですか。同じなんですよ。基本的には 1、2% の誤差というのは範囲内だから、ほとんど同じと変わらないと僕は認識したので、つまりでは1も入るじゃんというようなね、2列目の1入るよねというような感じで、このベース、つまりこれからの基本の方は一応1、10、10、20、20、これが一番ベストなんですけども、セカンドで押さえておいた方がいいのがこの3つね、1、10、10、10、20、1、1、10、20、1、1、10、10、20、こうなるわけなんですよね。はい、では行きましょう。奇数偶数割合でございます。こちらでございます。はい、まず奇数、同一、偶数、奇数、奇数ということで、奇数が3つ、偶数が1つ、同一が1つというね、なっているんですけども、1、4、5列目、これは大きな偏りがあるので絞り込みする分には非常にいいと思いますが、最近の傾向としてはやはりね、偶数の勢力が強いんですよ。本当に強くて。そう。だから、同一のところはもう偶数で見切ってもいいのかなという感じではありますが、問題はね、やっぱり一番問題点、非常に差がないところどこだ。ね、3列です。同一は別としてですよ。同一は別で3列目が非常に、差が少ない、ね。10個もないというところなので、ここ、どう考えるかが非常に重要になるのかなと思ってます。だから奇数3つの偶数2つの基本的な組み合わせ、を目指すのであれば、どっちか選ぶところはまあ見えてくるかなっていう感じはするんですけど、偶数を取り込む場合どうしたらいいんだろう、奇数よりも偶数の方がちょっと僕は多くしたいんだよね、私は多くしたいんだよねって思うんだったら、個人的には2、3、4列目、この辺りがいいんじゃないかなと個人的には思っております。では行きましょう。トレンド数字10回出現でございます。最近のトレンドはこちらでございます。これがね、もう10回出現のものですと、非常にね、動きとしては活発的になってきている。ね、荒れ高いもちょっと少なくなってるかなと思いながら、まだやはりね、4個並んでるとこ。ね、赤いのが4個、青いのが4個で、ね、並んでる。これで荒れたということでね、感じでございますが、10分の2は荒れちゃうんだよねっていうような考え方で、挑んでいけばいいのかなと思っております。はい、そしてこれを表にしたのがこちらでございますね。で、この表はあんまり使えないから皆さん見ないでね。これはあんまりやらない。トレンドだから、あくまでも。で、これを分かりやすくしたのはこちら、文字起こしバージョンでございます。はい、まず1列目、5、6、8が2回、2、3、4、7が1回ですね。2列目、6、8、9が2回、4、7、17、22が1回ですね。3列目、6、8、10、11、13、14、16、20、24、26が1回ですね。4列目、24、25が2回、8、14、27、28、29、30が1回ですね。5列目、28、29、30が2回、21、26、27、31が1回でございます。で、今回もね、
3回出現ないんですよね。そうだからまあ3回出現がないのでまあちょっと困るなっていうところではありますが、ちょっと追い上げてきてるよねっていうのがやはり1、2列目の2回ね、このあたりちょっとこうグイ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 来てる感じはあります。そう、そろそろだから3回出現来てもいいんじゃないかなっていうことを伝えたいんですけども、まあ今回非常にねどうなるかわからない、こればっかりは予測できないので、このあたりまあ僕としては非常に楽しみ、どれが3つ目来るんだろうねと、1列目かな、2列目かな、果たして5列目かなっていう風な楽しみであります。ただやはり3列目ね、ここ1回全部1回だから、これほんとここ気をつけた方がいい。3列目の奇数偶数もそうですし、番号選択も気をつけないといけない。だから2列目も気をつける、3列目も気をつけるというような感じで、僕はまとめております。はい、では行きましょう。トレンド奇数偶数割合でございますね。こちらでございます。トレンド奇数偶数としては、偶数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 、同一といったら偶数の嵐。ね、もう偶数ばっか来てんじゃんと。とんでもねえ量だよと。いう感じなんですけど、これ面白い、ちょっと珍しいなと思ったのが、5列目が同一っていうのが、結構割とここはパチッとね、奇数だったことが多かったんですけども、一応これ、じゃあ、トップ4、140回分と重ねるとこうなりますね。だから一応共通項としてはどこなんだってなると3列目の偶数なんですよね。だからまあ3列目偶数狙いでもまあいいんじゃないかなっていう感じもしてますが、ちょっと最近の流れ本当にわからないので、まあ奇数偶数で見ない方がこの近々はいいのかもしれません。はい、では行きましょう。あれ替え注意報ということで、毎回言います。あれ替えの定義としまして、僕が、提唱しておりますのは、まず一つですね。一つの桁が、4つ以上並んだ場合、4つを含んだ、4つ以上並んだ場合は、荒れているよと、雨だよというふうにお話しております。そしてもう一つですね。偶数の、数が3つ以上ある場合、3つを含む3つ以上ですね。この場合は、ちょっと奇数偶数で荒れているよね。つまり曇りだよねというふうにお話しております。ではまず雨の間隔見ていきましょう。こちらでございます。まあこれも相も変わらずなんですが、平均で9回に1回は起きているということで、1113回以降は 3.8 回に1回の割合で起きているというね、これも本当なんかね大きく、それはもちろんそうなんですけど、ずっと荒れてないから、そんなずっと荒れないから大きく変わんないですよ。ただ毎回同じで申し訳ないんですが、つまりね、じゃあどうなんだ、前回は4個ありましたか、なかったですよね。3つまではあったのかな、3つもなかったのかな、とにかく荒れてないんだから、じゃあどうなんだとね、ない、おそらくなんですけども、1136回付近までは、雨はないと思われます。では曇りどうなんでしょうか、こちらでございますね。はい、とにかく現在としましては、2.6 回に1回は起きているということで、では今回どうなんだろうかということなんですけど、前回偶数が3つあったんですよ、曇っていたんですよ。じゃあ今回は僕はないというふうに思っております。つまり結論としましては、まず奇数偶数の割合、奇数3つ偶数2つ、基本的な形であって、4つ並ぶ、荒れているということはない。つまり基本的な形、おそらく1、10、10、20、20、この辺りで来るんじゃないでしょうか。はい、では行きましょう。変化法から見る予想出現でございます。こちら、6、8、11、24、29、23が前回の当選番号、それから導き出せるのはこちらでございますね。はい、もうこんだけあるよ、こんだけで、これから重複番号を盗むと、重複番号を抜いていくとこうなります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、21、22、23、24、25、26、28、29、30、31、ほとんどあるやんっていうね感じではあるんですけど、27個一応はございまして、4個は削除できている。やっぱりね15はないんですよ。15、僕はねもう本当に、まあ出ないことはないんですけど、出る確率非常に少ない、出現のね、帯を見ていると非常に少ないものなので、15はこの中にもちろん入ってないですけど、とにかく4つ削除できているよという形でございますね。はい、ではまあまあ仕様の一つとしてやるといいと思います。あまり削除できてなかったら、だってこんだけから出てもだよねってなりません？そらそうだよね、だってほとんどあるじゃん、4個だけでしょ、4個だけ削除してこんなかが出て、あ、やっぱ変化法すごいね、いやそれはないよ、それはない、荒れた時とかにも出るんだったらすごいけど、それはないよね。だから今回はあくまでも一つの指標として見ていただけたらいいのかなと思っております。
い、では最後ですね、エリア購入法、網の買い方なんですけども、一応こちら、これも毎回説明させていただいておりますが、基本的に1から31の中から5つ選ぶ数字、それがミニノートですよと。で、この1から31をまず2グループに分けませんかということで、僕はやっております。そして、31個だと綺麗に割れないので1つ削除した方がいい、僕は15を選ぶようにしているんですが、皆さんまた、嫌いな数字あったらそれを削除していただいて構いません。とにかく15、15のグループをですね、作り上げて、その15のグループからまず3つずつ買おうよという形でございますね。で、そのグループ A、グループ B 作ったら、A と B をさらに分けていく。ね、A1、A2、B1、B2 という形で、とにかくまた2つに分けてですね、さらにそこから A1、B1、そして A1、B2、で、A2、B1、A2、B2 という形で、組み合わせを変えて、その中から3口ずつ買う、つまり合計18口必要になります。3600円かかります。ただじゃあこの買い方何がいいのかっていうのが、まず全ての数字をほぼ買います。15以外は僕の場合は買います、必ず買いますので、その中からね、必ず丸の一致数だけでいったらすごいんですよ。そう、何よりも当選一致番号を、グループを変えて追い込んでいく、つまり網をね、買っちゃう買い方になっております。それがこのエリア購入法、網の買い方でございます。はい、では、そして最後ね、お知らせでございます。そしてすいません、今回、私このミニロト、毎週火曜日ですね、当選報告という形で動画出させていただいておりますが、今回もちろん購入はいたしますが、ちょっと動画出すことができません。そう、なぜならばちょっと泊まりで出張に行かないといけなくて、時間的にも非常に難しい、本来だったら何とかして無理やり出そうとね、日々努力しているわけなんですけども、それがちょっと今回ばかりはおそらくできない。だから今回皆様に託します。はい、で、現段階この撮影しております段階ではまだ購入しておりませんが、私購入したものをですね、また毎度のごとくコミュニティに貼らせていただきます。6時ぐらいに貼らせていただきます。それを見て皆さんどうだったか、もしよかったら教えていただけませんか。私、その頃にはおそらく新幹線乗っていると思います。大阪に戻ってきている頃だと思います、ね、その後自分でも見てると思います。ただね、最近疲れすぎているので新幹線で寝たい。だから皆様よかったらね、お知らせくだされば幸いでございます。はい、では今回ですね、ちょっとお知らせで、本当に申し訳ございません。今回ちょっと当選の、確認の動画出せないので、ちょっと、なんだったらちょっとそうですね、皆さん参加型、僕の YouTube 参加型だと思っているので、ぜひなんかそこでちょっと今回だけ、皆さんすいません、お力をお借りしたいなと思っております。またね、一人だけ、コメントしてるから、どうのこうのじゃなくて、残念だったね、よかったね、残念だったね、よかったね、みたいな、なんか簡単なコメントでもいいです。コミュニティに入れていただけたらもう僕は嬉しいです。はい、では、今回は、当選動画出せませんが、必ず購入いたします。そしてコミュニティにも貼ります。ただ、動画撮らないからって手は抜かないよ。そう、なんだったら動画撮らない時の方が当たるかもしれないよっていう期待値を込めていただけたら幸いでございます。では、次ですね、まあ、水曜日の動画になるんですが、まあ、火曜日はすいません、本当にもうちょっと仕事もありますので、そこら辺、ご容赦いただけたら幸いでございます。では皆さん、当選確認、皆様に託します。本当によろしくお願いいたします。では、当選確認のコメントでお待ちしております。ご視聴いただきましてありがとうございました。